えー、東京タイガーです、えー、YouTube はもうほとんどやめちゃって、えー、今はあいろいろね他のことに挑戦したりしてるんですけど、えー、とちょっとあの YouTube あの、えー、確認してない間にですねあの視聴回数が1000ぐらい伸びていたから まあたまには何かね言わないといけないかなと思ってえー、っとサバイバル DNA の話を一つしましょうえー、っとまあ若い人に言ってもしょうがないのかもしれないけど、うん、敵を作るなってことをね言いたいと思います若い頃は敵を作るってのもまあ必要な時もあ,あるのだろうか ライバルっていうね、意味なら必要なんだけど、あの、うん、みんなを敵に回すということは、まあ敵に囲まれるということだし、まあみんなを味方にしようとすれば、味方に囲まれるというか、基本的に味方を作っていくっていうスタンスでいかないといけないと思います。で、 そのプロセスの中で、どうしてもね、相手がこう、敵対的なことをしてきた場合はね、えまずそこまでこう、まあできるだけ敵にしたくないというスタンスで敵を減らす。まあ相手がこっちは敵だと思っても、こっちは味方だと思って、えまあうまく利用すればみんな味方になるんですからね、他人っていうのはね、うまくこう付き合っていけば味方になるんで、 でそういうふうにしていってどうしてもこの人は私を敵だと思っていて何かまあ極端に言うと危害を加えようとしているってことがあればね、まあ、そういう場合はそのまず周りを固めた状態でこう、まあ、できればそういう人たちの,人たちの協力も得ながら、まあ、そういう特定の人をまあやっつけるっていうのか、まあ、そういうこともあるかもしれないけど。 うんそういうことができるのも基本的にまず味方を作るっていう姿勢がないとね誰も彼も敵に回すようなことではやっぱダメだろうとでこれはまあ実はサバイバルって意味で言うと基本でありまた一番大事なその最終的な目標でもあるんだけどやっぱり自分を味方に囲ま,囲まれる状態にする。でその さっき言った最後の一人がいたとしてもね、100人いて一人が敵対的な態度を取ってきても、まあ、その人もあなたとあなたと周りの味方たちが変えていくっていうかな、または抑えていくっていうふうになっていくだろうし、えー、やっぱりあの若気の至りというかあの、敵でもない人を敵にしてしまうっていうね、それは避けたいと。 で、やっぱそれは、本当に自分が弱い立場になると分かることで、やっぱり外国に住むってことはそういうことだから、あの、味方を増やす努力をしなければ、もともと味方なんていないわけだし、味方を増やしていくっていうかな、最初から敵になるような可能性を相手に与える余裕はない。こっちにはね。で、立場も弱いわけだから、でも味方に囲まれていったら、やがては、 こっちの方がなんかね、立場的に安定的になってくるかもしれないけど、まあ、特に海外に行った場合ね、基本的にまず誰かが敵だなんていうことを言う、えー、余裕っていうのか遊びは、外国人という立場では基本的にないんだってことをね。まあ、ぜひ皆さんも頭に入れておいて、日本でも海外でも同じなんだけど、そういう気持ちで生きていきたいですね。以上です。